はい、こんにちは。二次不等式をしようぜと。しようぜ。やろうぜですよね。おお、めっちゃびっくりしたんだけど、やようぜになってる。まさかのね、タイトル間違えたっていうね。ごめんなさい。やろうぜです。まあ、しようぜでも関係ないですけども。まあね、まあ、態度は適当です。まあ、正直適当です。まあ、とりあえずやろうと、僕は思ってます。まあ、二次不等式ができなければ三次不等式だとか、それよりも大きいやつなんてできないよ。だからやろうぜってことです。まあ、これなんなんこれ別に話す必要なかったんだけど、まあやっていきます。二次不等式を解こうといううちの、解の公式編レベル2というのをやっていきたいと思います。は、解の公式使うの？うーわみたいな感じになると思うんですけども、残念ながら、まあこういうのね、因数分解ができないっていう時に使います。あるよね、多分いろいろ遭遇したことあると思います。これ因数分解できないなとか、そういう時に使います。逆に言うと万能です。だからこれ因数分解、あと俺たすき書き苦手だなとか思ったら、まずこれやってもいいけど、あんまりそれはやり方推奨しないけどもね、時間かかるから。だから、まあ、万が一の時にも万能の式だからしっかり覚えておいてください。まあ、状況によっては補足の授業を取ろうと思います。で、それをまあ必要があれば見てほしいなと思います。はい、じゃあ例題のね、これをね見ながらやっていきたいと思います。はい、先に説明しちゃったけども、 x 乗プラス 2x マイナス4って因数分解できないです。やってみてください。じゃあどうすればいいかっていうふうに、もう先に解き方をちょっと見ますが、因数分解ができたら解の公式を使えばいいと言いました。ただこれ不等式だから、ちょっとね細かいけども、不等式って解の公式なんて使えないんだわ。ん？どういうこと、使うとか使わないとか。何が言いたいかっていうと、こうやって明記してほしいんですね。先にちょっと書きますね。何かっていうと、不等式で書くとちょっと不格好なんです。だからこういうふうにね、 x 乗プラス 2x マイナス4とするとするとっていう話をちょっとねずらします。まあ、今から二次不等式じゃなくて二次等式、方程式の話したいなって。で、これ解いていきます。そうするとどうなるかっていうと、x イコールっていうのは、ax 乗プラス 2b ダッシュ x プラス c の方を使うよ。はい、ここに、あ、すみません、ここ a っていう部分が1だから、1かける1、あ、1かけるじゃない、1でいいか。はい、で、はい、これって今 b が、 b ダッシュがプラス1だから、プラス1だからマイナスプラス1、プラスマイナスの、1の2乗マイナス AC ですね。マイナス4ですね。こういうふうな感じ。そう、これ解くと、こうなります。OK かな？なんでこれ出したの？で、ちょっと話をちょっと深掘りしていくと、そもそもこれって何？これは今ここ y って見た時の二次関数のグラフで、こっちは y イコール0っていうところや。つまりやはりこういうふうになったところの、ここのこと言ってねえな。実はさ、前の授業でもやってんだ、空中で。ね、前の授業ってさ、こんなんやったよね。適当に書くけども、はい、これで、あ、ここイコール0、ここイコール0ってやったじゃん。その答えをここに書いてたじゃん。実はそれをちょっとちゃんと書いただけです、これ。ん？なんか何も変わりないじゃん。解の公式使うだけじゃん。その通りなんです。だからね、なんて言ったらいいかな、あんまりやってることは変わりません、正直。ただこういうふうに y イコール0っていう部分と、この y イコール今求めたい二次関数のグラフっていうのを、まあ、連立した形、
なんだよっていうふうに覚えといて、連立したら交点が出てくるよっていうのも覚えといて、だからここは実は1マイナス1マイナス5ルート5とマイナス1プラスルート5が出てくるってなんかわかるかな。であとはこれ0より大きいじゃん、だからやはりこれも0より大きいっていうふうに言ってください。大きいかな。だからこう白丸白丸だ、ここだ、マイナス1マイナスルート5よりも左で、マイナス1プラスルート5の方よりも右です。だからいくよ、マイナス1マイナスルート5が、あ逆だった、ごめんね、 x がマイナス1マイナスルート5よりも大きいか大きいか、マイナス1マイプラスルート5よりも x の方が大きいか、ちょっと間違えたこと言った。 x がマイナス1マイナスルート5よりもちっちゃくて、マイナス1プラスルート5の方が大きいよ、こういうことね。大きいかな、大丈夫かな、なんかあったらコメントで言ってね。じゃあ今度ね、 2x2 乗マイナス 3x マイナスプラマイナス4かやっていきたいと思います。はい、やはりこれも因数分解できません。チャレンジしてください。はい、この時、これは、ここは 2×ってできないから、単純にね、いつもの 2a 分のってやってください。 2×2×a 分のマイナス b、 マイナス3ですね、マイナス b が今マイナス3だからね、プラスマイナス、はい、 b2 乗引く 4ac、 大きいかな、こういう感じやな。でこれ解いていこう、解いていくとプラス3プラスマイナス9足す、4が88、4に32で超でっかくなるんです。で乗って、はい、4分のルート3プラス、ルート41になります。プラスマイナスルート41、ちょっとこっち行く、いいかな、オッケー、はい、でですね、でよってグラフ書きます。今ちっちゃい方が4分の3マイナスルート4分の1、41か、ごめん、4分の3プラスルート41になるので、きます、こういうことになるね。あとはこれ0以下なので、よいしょ、ってことはここだよね。 OK、 ということでこれを読み上げればいいです。4分のルート4分の3マイナスルート41より以上で、こうだ、こういうふうに言ってあげればいいです。なんかルート41って言いにくいわなんでや、分からんけど、じゃあ今度こっち行きます。これマイナス4分の1やりづらいんだよ本当に。だから両辺マイナス4倍しようぜ。 x2 乗ね、きれいにした方が楽ですね。これ二次不等式二次方程式の時は、二次関数の時はダメだよ、あれはグラフが来るから。イコールとかこういう風にね、不等がついてる時だけなんか何倍とかしていいからね、ここ気をつけてね。はい、そうするとマイナス4倍、それからこうマイナス4倍するからこうマイナス4倍するからこう、あ、ごめん、ひっくり返るね、ひっくり返ります。 OK、 はい、で同じようにやると、まあ、x2 乗プラス 4x マイナス1を0とすると、0の時これ解いてあげます。今度は 4x になってるから、これ 2×2x っていうふうに捉えて、でその 2×2 この後半の2っていうのを b2 乗にしましょう。2っていうのを b2 乗にします。だからはい、 a 分の1やな、マイナス b だし、
だからマイナス2や。 OK、 プラスマイナスその2の2乗をマイナス AC1 かけるマイナス11かけるマイナス1、こうね。そうするとはい、マイナス2プラスルート5って出ます。 OK かな、 OK かな。はい、ということで次、今度こっち行きます。 OK、 はい。であとはグラフ書くだけや。でこうマイナスやったけども、これプラスに置き換えてやったから、こ今これだよ、大丈夫、ここのことを言いたいんだ。だからはい、下に一つです、やっぱり。はい、でここはマイナス、マイナスの方ね、マイナス2プラスルート5ね。 OK で、最後にこれ見ると、こっちじゃないよ、これ見るんだよ。で0より大きいだと言ってます。ここ入らないよね、ここ入らないよね。で今該当するのはここです。だからはい、x がマイナス2ルート5よりもマイナス2マイナスルート5の方がより大きくて、マイナス2プラスルート5よりもでかいよと、こういうふうに言ってあげればいいです。はい、分かったかな。ぶっちゃけた話言うと、解の公式ってあんま変わらないよと。やってるのはまあ因数分解できなかったからで、実はやってる順番としては全く変わってないからね。はい、まあこれも慣れてください。最後に、まあこれ因数分解できないよねとかいきなり言ってるけども、これ因数分解できるかできないかは皆さん の、 練習次第です。ちょっと練習しただけで分かってくるようになってきますね。例えばこれができないとか、これができないだとか分かっています、パッと。そうです。まあさすがになんかね、ここは15とか言って19とか言ったら、ちょっとでかすぎへんってなるけども、234ぐらい、ここは234ぐらいとかはだんだん分かってきます、直感的に。でぶっちゃけ練習してるやつもまあぶっちゃけ同じです、本当に数字が6だったりね。だから本当にここをしっかり練習してください。練習しないと、もう練習しないとボロが分かりますので、恥ずかしいよね。だから、ここしっかりね、やらなければいけない部分でございます。頑張って、ね、問題集を何回も解いてください。はい、では以上で授業終わります。ありがとうございました。